でもまあ最初から言ってんのはみんなでサーフィンしたい。あ、できひんくても楽しいからみんなでやりたい。好きと楽しいをシェアするデートナー YouTube です。今回は、はい、初登場。初登場、はい、多分今までの V 出てきてない女性ですね、の方、今 MC やってくれてる女の子と非常に仲いい掛け合いが見られるということなので、はい、楽しみ、はい、楽しみに見てみましょう。それではどうぞ。今日は真央さんに来ていただきました。お願いします。自己紹介とアウトドア部でやりたいことを聞いていきます。新卒3年目の梅村真央と申します。ちょっと多分話してすぐお気づきやと思うんですけど、関西出身で、すごい関西弁が強いので大阪のどこ出身なんみたいなのよく言われるんですけど、滋賀県出身でやらせてもらってます。休みの日とかはダンスとかをずっとやってたりとか、あとはカフェ巡ったりとかするのが好きです。本日はよろしくお願いします。お願いします。でもまあ最初から言ってんのはみんなでサーフィンしたい。あ、やってるもんな。うん、やってるけどできんけどな。あ、そうなんや。うん、できひんくても楽しいからみんなでやりたい。乗れんの初心者でも。え、なんかまあボードによるけど全然できると思う。あ、そうなんや。うん、でも教えてもらう人必要やから、うん、私教えれへんし、ちょっと誰か連れて社内の人連れてきてちょっと一緒にやりたい。うんうんうん、なんか寒い時に全然やってなかったから、寒い嫌いやから、うん、夏で初心者に戻るから毎夏、うん、みんなと一緒、うん、一緒にスタートできるから大丈夫かなと思ってみんなでやりたいなと思います。いいじゃん、いいじゃん。はい、でその後のご飯もめっちゃお腹すくからサーフィン、うん、だから一緒にご飯とかをなんかまあ食べに行くのでもいいし、なんかこうお刺身とかお魚屋さんとか行ってお刺身とか買って海そばでみんなで食べるみたいな、なんかそういうのもいいかなとか、浜口さんがさばいてくれるかなとか。でそれが終わったら普通にビーチでゴロゴロしてもいいし、なんかビーチバレーとかみんなでやっても面白いかなみたいな。で最終的にみんなで真っ黒になれれば私はそれでいいかなって。日焼けしたいん？してしまうが正しい表現。日焼けは別に気にせえへんねん。気にせえへんな。日焼け止め塗ったりとかもせえへんねん。嫌いやねん。あ、そうなんや。新しいな。そう、だからみんなで黒くなれば怖くないみたいな、そういうスタイルで。嫌や。嫌なん？日焼けめっちゃ嫌や。じゃあひなこの時だけ屋根つけとこう。ねえ、サーフィンな、やったことないわ。マジで？うん、やったことないし、やろうって思ったこともない。いや、思い出して。やったことないはいいけど、ほんまに楽しい。できんくても楽しい、浮いてるだけで。サーフィンなそれは。うん。こういうやつ、こういう、あ、こういうやつ、こういうやつ。他、でもなんか普通に仲良くなるみたいな視点で。誰と？アウトドア部で。アウトドア部で。そう、みんなでゲームとか普通にやりたいなって感じ。なんか最初にできたら楽しそうって思ったりって感じかな。結構距離離れてる人も多いし。確かに、なんか初めましての人がめっちゃ多くて、あまりそう。そう、まだ実際に会ったこともない、チームスでしか会ったことないみたいな人もいるから、うん、それな、ね、どっかでグッて集まって最初に集めたやれたらいいよね。うん、結構出た、いろんなの。え、なんか、まあ、キャンプとかそのザ王道みたいなのもあれば、はいはいはい、その虫とかイレギュラー、イレギュラーなんか変化球系もあれば、ピクニックとか、あ、平和系ね、細か系とかもある。なるほどね。アウトドア入るのかぐらいのやつもあるし、ああいい、うん、徐々にね、ちょっとそうやろ、少し上げていく。そう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 、最初はちょっと入門ぐらいから、うん、行けたら散歩とかね。そう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 、やっていこうっていう感じです。梅村さんにご紹介いただきました。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ケバちゃんすごい喋るじゃん。関西弁すごいスイッチ入ってね。なんか全然関西感なかったの、はい、やっぱ喋り出すと止まんないだろ、ね、そうですね。やっぱ真央ちゃん、サマーガールがやっぱり引き立ててましたね。すごいサーフィンしますって感じ出てた、はい、なんか、裏話、あれまだ白い方なんですって、あれまだ結構黒かった。いや、これ白い方やでって言ってました。めっちゃ可愛いです。どうしよう、なんか、はい、
すっごい黒くなるのかな、はい、みんなで黒くなりましょうって言ってたんで、はい、ちょっと、はい、日焼け止めはちゃんと塗ってほしいかもしれないです、はい、いいところ、はい、はい、ではそれでは皆様チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。